島県郡山市にあります全陽堂山本整骨院の山本と申します。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。今日は、角砂糖何個分という、お話をしていきたいんですけども、糖質の多いものというのは、結構多く あるんですけども、改めてですね、角砂糖何個分の糖質なのかというのをですね、考えていくと、結構ですね、驚かれる、方が多いのでお話ししていきたいと思います。例えばですね、6枚切りの、食パンですね、1枚角砂糖何個分の糖質が入っているかというと、9個分です。角砂糖9個食べるのと、6枚切りの食パン1個だと大体同じぐらいの糖質量になっています。ご飯の場合ですと、例えば茶碗大盛りですね、例えば茶碗大盛りの 250g ぐらい、並盛りだと 180g ぐらいですかね、大盛りだと 250g ぐらいのご飯、角砂糖何個分かというと、約30個分ですね。角砂糖30個と、大盛りのご飯1杯、大体同じぐらいの糖質になってきます。角砂糖の数で考えると、結構そんなに食べられるのかなっていうような量になってくるんですけど、そういった食事の中にですね、結構砂糖にこう換算すると、びっくりするぐらいの糖質が入っていますので、糖質の急激な、糖質の摂取によって急激な血糖値の上昇からインスリンの分泌になってきますと、体脂肪がですね、体に脂肪を蓄えやすい、状態になってしまう、脂肪を分解されづらい形になってしまいますので、糖質の方は、ダイエットされている方特に注意が必要かなと思います。参考にしてみてください。本日も最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございます。